アポロ13号。アポロ13号は、1970年4月に行われたアメリカ合衆国のアポロ計画の3度目の有人月、飛行である。途中での事故により、ミッションを中止したが、数多くの深刻な危機を脱して、乗組員全員が無事に地球に帰還した。1970年4月11日、米中部時間13時13分、ジェイムズ・エイラベル船長。 ジョン・エルス・ワイガーと司令船操縦士、フレッド・ W ・ヘイズ・がつ着陸戦操縦士を乗せたサターン V 型ロケットは第3番目の有人月面飛行を目指してケネディ宇宙センター第39発射施設から発射された。2日後、電線が短絡し火花が散ったことにより、機械船の酸素タンクが爆発し、飛行士たちは深刻な電力と水の不足に見舞われることになった。 司令船には独自のバッテリーと酸素が搭載されているが、それらは大気圏再突入の際に必要になるもので使用することはできない。そのため、彼らは着陸船を救命ボートに見立て乗り移り、電力消費を限界まで抑え、よって生成量が激減した飲料水の消費を極力控える負荷に耐え、無事地球に生還した。この危機対応の鮮やかさにより、 この一件は、成功した失敗、栄光ある失敗などと称えられた。当初、司令船の操縦士には、ケン・マッティングリーが予定されていたが、予備着陸船操縦士のチャールズ・デュークが、血液検査の結果、風疹に感染している可能性があり、風疹に免疫がないマッティングリーに伝染する可能性が高かったため、スワイガートと交代になった。このため、 着陸船に取り付けられていた名盤は、マッティングリーの名が刻まれており、後で交換するためにスワイガートの名が刻まれたものが、指令船に持ち込まれていた。月着陸を果たせず、交換できなかった名盤は地球へ持ち帰られた。なお、マッティングリーとデュークは後に、アポロ16号に共に登場している。しかし、まだに、ケン・マッティングリーは、風神を発症していない。 アポロ13号の着陸地点は直径 80km のフラマウロクレーターを持つフラマウロ高地が予定されていた。ここは過去に巨大な隕石が衝突した時地下の溶岩が噴出したことによって形成されたと考えられる昇級で地質学的、正確に言えば月質学的に見て極めて興味深いサンプルを採集できると期待されたため候補として選ばれたのである。 フラマウロへの着陸は次のアポロ14号で実現された。13号は実はすでに発射直後から不具合を発生させていた。まず第2弾ロケット SE の中央エンジンが予定より2分早く燃焼を停止してしまった。しかしながらこの時は周囲の4機のエンジンが自動的に燃焼時間を延長し軌道を修正したため大事には至らなかった。 後の分析によると故障の原因は、強振によるもので、エンジンの振動は 68G、16Hz という危険な水準にまで達していた。エンジンを支えるフレームは 76mm も歪み、第2弾を空中分解させかねないほどの振動と歪みであったが、この振動によってセンサーが圧力を過度に低く表示したため、コンピューターが自動的にエンジンを停止したのである。 これより小さな振動は13号以前の飛行でも起こっていたが、またそれはジェミニ計画初期の無人飛行の段階から発生しており、ロケットに固有の現象であると考えられていたが、13号ではターボポンプの中でキャビテーションが発生したことにより振動が拡大されたのであった。このため後の飛行では13号の時点ではまだ開発途上であった。 振動抑制装置が取り付けられことになった。同時に圧力振動を減少させるため液体酸素の供給ラインの中にヘリウムガスを満たしたサージタンクを設置し、故障が発生した際に中央エンジンを自動的に停止する装置を設け、またすべてのエンジンの燃料バルブを簡素化するなどの改善が図られた。地球から32万 1860km 離れた時、 アメリカ東部標準時で1970年4月13日、機械船の2機ある酸素タンクのうちの1つが突然爆発した。飛行士が第2タンクの攪拌機のスイッチを入れた時、タンク内部のテフロン製被膜が損傷していた電線が短絡し、放電したのである。圧力はあっという間に限界値の70%を超え、瞬間的に燃焼した。 もっともこれはずっと後になってから、事故調査委員会の分析によって明らかになったことで、飛行士たちはこの時点では、微小天体が衝突したのだと思っていた。この爆発により、一番タンクも損傷した。軽基板の残量表示はゆっくりと下がりつつあり、数時間後には、機械線の酸素は完全に空になってしまうと考えられた。管制センターは飛行士が、 メーターの表示を読み上げるのを中断させ、内容物を維持することを最優先にさせた。もし機械線の酸素がなくなってしまったら、指令線に搭載されている分を使わざるを得なくなる。しかしそれは、機械線を切り離した後、大気圏再突入の際に必要になるもので、約10時間分しか用意されていない。そのためジョンソン宇宙センター、コールサイン、ヒューストンの管制センターは、 司令船の機能を完全に停止しつき着陸船に避難するよう飛行士たちに指した。この手順は地上での訓練では何度も行われていたが、まさかそれを実行する時が来るとは誰も思っていなかった。またもしこの時、アポロ8号の時のように着陸船が存在していなければ、飛行士たちは確実に命を落としていたところであった。この事故により月面着陸は不可能になり、 三人の宇宙飛行士を速やかに地球に帰還させなければならなくなった。トリウル選択肢として宇宙船全体を反転させ、機械船のエンジンを噴射して減速しさらに、帰還方向に加速して引き返す、直接中止、月の裏側を回って自動的に地球に帰還することができるを利用する、月周回中止などの方法があった。直接中止には、 機械船のエンジンが完全な状態で使用できることが前提であるが、13号の場合は、爆発により、機械船のエンジンが損傷を受けている、可能性が大きく、この方法による機関は避けるべきと判断された。一方の月周回中止については、13号は当初は、この軌道に乗って月を目指していたが、フラマウロへ向かうため打ち上げの翌日に、機械船のエンジンを噴射して、 自由気管軌道から離脱しており、そのまま放置すると、月の裏側を回って、地球の方向には戻るが、しかし地球を大きく外れてしまう長大な楕円軌道に乗っていた。そのため、自己発生からおよそ5時間半が経過した時点で、宇宙船を自由気管軌道に戻すために、月着陸船の高火用エンジンを噴射して、軌道修正が実行された。その後、 再度の軌道修正と期間までの所要時間を短縮するための両方の目的で月面に最接近2時間後に着陸船の高火用エンジンを噴射して宇宙船を加速する PC プラスに噴射が実行された。着陸船は本来は2人の人間が宇宙に2日間滞在するように設計されており3人の人間が4日間も生存できるようには作られてはいなかった。 酸素については、着陸船は飛行士が月面で活動する際、一旦内部を真空にしたり、戻った後再び船内を予圧したりする工程があるため、十分な量が搭載されていてそれほど心配する必要はなかった。問題は、二酸化炭素の除去に必要な水酸化リチウムであった。飛行士たちが呼吸をするたびに、船内に二酸化炭素が放出されるが、 一定濃度以上の二酸化炭素は人体に毒性があるため除去する必要がある。それを除去するためのフィルターに使用されている水酸化リチウムが着陸船内に搭載されている量では期間まではとても持たないのである。予備のボトルは船外の格納庫に置いてあり、通常は月面活動をする際に飛行士が取りに行くのだが、今回は船外活動をするだけの電力の余裕がない。 指令船内には十分な予備があるものの、指令船の露過装置は着陸船とは規格が全く異なっていた。指令船のフィルターエレメントは四角形であり、そのままでは着陸船の円形のフィルター筐体に装着することはできない。そのため地上の管制官たちは、船内にある余ったボール紙やビニール袋をガムテープで貼り合わせてフィルター筐体を製作する方法を考案し、 その作り方を口頭で飛行士たちに伝えた。こうして完成させた間に合わせのフィルター装置を飛行士たちは形状や設置状況が似ることからメールボックスと呼んだ。もう一つの問題は電力であった。指令船と機械船の電力源が燃料電池だったのに対し、着陸船は酸化銀電池を使用していた。燃料電池は副産物として水が生成される。 この水は飲料水として利用されるだけではなく、機器の冷却にも用いられる。酸化銀電池では水が得られないため、大気検査突入の直前まで、電池の出力は最低限度にまで抑えられ、飛行士たちも水を飲むことは極力控えなければならなくなった。また電力を最低限度にまで落としたために、船内の温度は極端に低くなってしまった。 ホットドッグが凍ってしまうほどの寒さになったが、飛行士は宇宙服を着ることはしなかった。内部はゴム製で発汗が促進されてしまうことを懸念したためである。また、このため空気中の水分が凝結し、軽基板の上に無数の結露が発生した。この水滴は後で指令船を再起動する際に回路を短絡させる原因となるのではないかと懸念されたが、指令船には、 アポロ1号の火災事故の後、その原因となった短絡や漏電への対策が徹底的に施されていたため問題となることはなかった。帰還の直前、後の分析のために写真を撮るべく、まず最初に機械線を切り離した。飛行士たちが驚いたのは、酸素タンクと水素タンクを覆っている第三区画のカバーが機械線の前兆にわたってそっくりなくなっていたことであった。 着陸船アクエリアスを切り離した後、司令船、オデッセイは無事太平洋に着水した。他の二人は健康状態には問題はなかったが、ヘイズ飛行士は水分の補給が不足していたために尿路感染症にかかってしまっていた。管制センターは宇宙船の軌道に影響を与えないために一時的に船外に尿を投棄しないよう指示していたのだが、飛行士たちはそれを誤解して、 地球に帰還するまで尿の陶器をしないようにしていた。尿はビニール袋に溜めて船内に保管していたが、ビニール袋には限りがあるため、飛行士たちは排尿を少なくするために水を飲むのをできるけ控えており、そのためにヘイズは尿路感染症にかかってしまったのである。月面着陸という目的は達成できなかったものの、爆発が発生したのが月に向かう。 途中のことで着陸船の物資が手つかずの状態だったのは不幸中の幸いであった。発射からおよそ46時間40分後、第二酸素タンクの残量表示は内部の絶縁体の損傷により100%を切る値を示す故障が発生した。皮肉なことに飛行士たちの命はこの故障によって救われた。故障の原因を探るため、 飛行士はこの時点で低温タンク確反の操作をしたのだが、この操作が爆発の引き金となる。詳しくは後日。この操作は本来の予定では月面着陸の後、すなわち着陸船分離後に行われることとなっていた。仮にこの故障がなければ、爆発は着陸船分離後に起こっていたと考えられ、この場合飛行士たちが助かる見込みは、まずなかった。 事故原因の分析には予想外に時間がかかったが、製造記録の詳細な追跡により、タンクの爆発はいくつもの要因が重なったことによって発生したことが明らかにされた。そもそも液体酸素や液体水素のような極低温物質を貯蔵するには、気化によって発生する過大な圧力を避けるための排気系統や熱的絶縁方法を確立することが重要になってくる。 機械船のタンクの性能は極めて高く極低温の液体酸素や液体水素を何年にもわたって保存することができるのだがタンク内に内容物がある状態の時には内部を見ることは構造上不可能であった事故に関係した部品及び要因は以下の通りであるアポロ計画を通して設定されていた飛行士のローテーションでは十三号の当初の乗組員は ジェミニ計画のベテラン飛行士であるゴードン・クーパーを船長にした以下のメンバーによって構成されていた。しかしながら、クーパーとアイセルは様々な理由で NASA の上層部から嫌われていた。クーパーは訓練の態度が不真面目であり、またアイセルはすでにアポロ7号で飛行していたし、結婚をめぐって家庭的な問題を抱えていたので、担当官であるマーキュリーセブンのメンバーの一人、 ティーク・スレートンは彼らを予備登場員に回した。スレートンによると、クーパーはよほどの活躍を見せなければ13号に登場させるつもりはなかったのだが、結局彼は期待に応えることはできなかったのだという。これらの理由により、スレートンが最初に提案した登場員の候補は、であったが、シェパードは以前に内耳の手術を受けたことがあり、 また1961年以来飛行を経験していないために月飛行を行うには訓練期間が不足しているとして候補から弾かれた。このため本来は14号の正搭乗員であり、11号の予備搭乗員でもあったラベルたちのグループが13号に配属されたのであった。発射の2日前、予備搭乗員の一人であったチャーリー・デュークが自分の子供からハシュカを移された。 船長のラベルと着陸船操縦士ヘイズは免疫があったが、司令船操縦士のケン・マッティングリーは持っていなかったため、予備搭乗員のジャックス・ワイガートと交代になった。マッティングリーは、後にアポロ16号とスペースシャトル STS-4、STS-51C で飛行し、海軍少将まで昇進した後、NASA 及び海軍から退役した。13号が、 危機に陥っている間、彼は管制センターで指令船をいかに最小限の電力で使用するかということをシミュレーターで検討した。また着陸船、アクエリアスの足に貼られていた飛行記念プレートにはマッティングリーの名前が刻まれていたため、月面で交換すべく飛行士たちはスワイガートの名前が入っているものを手渡さていた。ラベル船長の著書、失われた月、後に アポロ13に海外によると彼が持っている13号に関する記念品はこのプレートの他には司令船の耐熱板のかけらとチャールズ・リンドバーグからの手紙であるという13号は自由機関軌道を取ったため月の裏側を回る際他の月飛行よりもおよそ 100km ほど高い軌道を通ったこのため2015年現在人間が 地球から最も遠く離れた記録となっている。最も地球と月の間の距離の変化は 100km 以上に及ぶため、13号が本当に他の月飛行よりも地球から遠ざかったとは限らないが、ギネス世界記録はこれを有人宇宙飛行の最高高度到達記録として認定しているので、ラベルら3人は正式な記録保持者となっている。指令船は 発射からおよそ6日後の4月17日18時7分41秒、アトック、サモア島南西、成型165度22分、南位21度38分の太平洋上に着水した。回収のための強襲用陸艦、イオージ島、アセスイオージ島からは 6.5km 離れていた。陰謀論者は、13という数字を様々に関連付けようとしている。 例えば発射日の70年4月11日の数字を全部足すと13になり、13時13分に39番、発射台、13の3倍から発射され、事故が発生したのは4月13日である等々。他にも爆発が起きたのは19時13分であるとか、もし地上で事故が発生していれば損害額は1、300万ドルに達しただろうなどと、謙虚を不快する者も,もいる。映画、 アポロ13が制作された時、ラベルは NASA がこの事故以降、宇宙船に13の番号を振らなくなったことを指摘したが、一方でアメリカが近い将来計画している、有人月飛行計画は、オリン13と呼ばれている。ラベルが月面で着用する予定だった、宇宙服には腕、足、ヘルメット、生命維持装置の部分に赤い線が書かれていた。 11号と12号の飛行の後、月面活動の映像を見た関係者たちは、飛行士たちがヘルメットのサンバイザーを下ろしてしまうと、誰が誰なのか全くわからなくなってしまうことに気づいた。そのため急遽対策として、宇宙服に赤い線を入れて、個人を区別することにた。なお、この識別方法はその後のアポロ計画や、スペースシャトル、さらに国際宇宙ステーション計画でも継続して、 採用されている。13号は月面着陸は達成できなかったものの、関係者が迅速かつ果敢に対応して危機を乗り越えたことにより、成功した失敗と呼ばれている。飛行士と地上の管制官たちは、その功績により、大統領自由勲章を受賞した。着陸が実行できなかったことにより、アポロ月面実験装置群に搭載されていた。 各種科学実験もできなくなってしまった。例えばその中の一つに、月面の大気、月には地球の100兆分の1以下という極めて低い気圧ながらも大気が存在するを調べる霊陰極計測実験があった。これは12、14、15、16号でも行われた霊陰極4計測実験と同じものであったが、他の飛行では計測器は、 月面熱音検出器に接続されていたのに対し、13号では計測器自体が独立していたのが特徴であった。実験装置群に搭載されていた他の主な計測装置には、月が内部の熱を宇宙空間に放出する割合を調べることによって、月の年齢を探る熱流計測装置、月の地震、月震を計測する受動式月神経。 月面に降り注ぐ宇宙船を計測する月面家電粒子計測装置などがあった。着陸船を製作したグラマン社は指令船を製造したノースアメリカンロックウェル社に対し月からのキロの大部分を着陸船が牽引したことについて総額312,421ドル24セントの請求書を発し13号が無事に帰還した後 パイロットのサム・グリーンバーグが書いた送り状とともに冗談として送付した。送り状には20%の観光庁向け割引と、もし、ノースアメリカンが現金で一括して支払う場合には、さらに2%の割引をする旨が書かれていた。これに対しノースアメリカンは、当社の司令船が10、11、12号の飛行で往路に着陸船を牽引した時には、料金の支払いは、 一切求めなかったとして、グラマン社の請求を提唱に断った。このジョークは、アポロ十三号が地球への帰還を目指して、航行している最中に考案され、極限の緊張に包まれた、管制室に、束の間の笑いをもたらした。十三号の基調には、ローマ数字で、サーティンと記された、計画番号と三頭の天馬が、アポロの戦闘馬車となって、 宇宙をかける姿が描かれている。またラベルが海軍軍人であったことから、海軍兵学校の校訓、X サインティアトライレンズ、知識から海の力を、を釈用して、X ルナ、サインティア、ガツから知識をという標語が書かれている。アポロ計画全体の中で、貴重に飛行士の名前が書かれていないのは11号と、この13号だけであったが、もともと登場する予定だった。 マッティングリー飛行士が初の2日前に病気で交代になったため、これはむしろ幸運だった。デザインをしたのは画家のルーメン・ウィンターで自身が以前に描いたニューヨークのホテルの壁画を元にしてこの図案にした。その壁画は後にアポロ13でラベルの役を演じた俳優のトム・ハンクスが購入し、ラベルの息子が経営するシカゴのレストランに飾られている。期間後、 司令船内の機械類は、自己調査のためにすべて取り外された。代わりに、水中脱出訓練で使用された、BP-1102A という機体の軽機類が、搭載され、パリの航空宇宙博物館に展示された。その後は、ケンタッキー州、ルイビルの国立歴史科学博物館に移され、2000年には、オリジナルの軽機類がセットし直されて、2015年、現在は、 カンザス州ハッチンソンの博物館に展示されている。着陸船は1970年4月17日、大気圏に再突入して消滅した。その際、月面実験装置群の動力である原子力電池が太平洋に落下するよう軌道制御された。燃料のプルトニウムは大気圏で燃え尽きることなく、 ニュージーランド北東のトンガ海溝の底に沈み、以降2000年間は放射線を発し続けると見られている。NASA ジョンソンスペースセンターミッショントラクリップトアパロ13。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。